彼は初めて演劇の言語を作った人物と役者と舞台美術の関係性どうも日本の皆さんこんにちはモスクワでドミトリー・クリーモフロシアの演劇を研究しているトシです今日も前回同様に演劇の講,講義ということで今日はロシア人の芸術家演出家であるドミトリー・クリーモフの演劇の講義をやっていきたいと思いますただ日本 今日本の皆さんはまだクリーモフのことをあまり知ら,知らない方も多いと思うので彼がどんな人物か、まあ、ざっくり言うと彼は芸術家でもあり演出家でもありその両方で活動していますそして彼がどんな演劇を作っているかというとざっくり言うと彼はローファイな演劇を作っていますローファイというのはハイファイの逆でハイファイは高級なもの ローファイはその逆でチープであったり荒々しいものということで彼はローファイな演劇を作っているんですがそれは例えば彼は演劇に多くの段ボールやガムテープを舞台美術として取り扱っているんですがそのようなチープな素材を演劇に持ってくることで彼は視覚要素でもローファイな演劇を作っていると言えます。そして、 今日は彼の演劇で最も重要な部分まあ彼の演劇ではかなり強化する部分がたくさんあるんですがその中でぎゅっと今日は3つに絞って紹介していきたいと思いますまず1つ目が視覚要素ですね彼は芸術家として演劇を初めて作った人物ですそして2つ目なんですが演劇の言語についてですね彼は演劇の言語を初めて作った人物と言われていますそして最後の3つ目は 役者とその舞台美術の関係性について伝えていきたいと思いますその前に今日はクリームフの経歴からざっくりお伝えしていきたいと思います彼は1954年に演出家の父と舞台批評家の母のもとにモスクワで生まれますそして彼は演劇大学を卒業した後にその演出家の父のもとで舞台美術家として活動します その後彼は三十六歳で舞台演劇業界から彼は去ります。そしてその演劇業界から去った後彼は芸術家として絵を作ったり造造形物を作ったり展示をしたりなど芸術家として活動を始めます。そしてその後彼が四十八歳の時二千二年に彼はまた再び芸術界に戻る再び演劇界に戻ることになります。 それはなぜかというと彼はモスクワの演劇大学であるギティスという演劇大学に教授として招かれることになったのでそこで彼は学生たちに舞台美術を教えることになりますそしてその後2004年から彼はその学生たちとともに一緒にド自身の名前を付けたドミトリー・クリーモフ・ラボという演劇ラボを立ち上げてその学生らとともに 演劇を作り始めま,すまあざっくり話すと彼の経歴はこんな感じになりますそれでは彼の演劇の3つの評価される部分について説明していきたいと思いますそれではまず1つ目の視覚要素。彼は芸術家として初めて演劇を作った人物だと言われています彼はまず肩書きとして演出家である前に芸術家でありますそして自身,でも自身は演出家ではなく 芸術家だと語っていますそして今,今でも多くある演劇は基本的にお話だったりストーリーが重視されるような演劇であままり視覚的にはは質の高いい演劇は少ななような気がします例えばその場合ファッションデザイナーや芸術家などかなり視覚要素に特化した人が演劇を見た場合かなり退屈するではないかなと思います。 そのような演劇に彼は視覚要素を中心にいけてる視覚要素を演劇に取り入れることで新たな演劇を作りましたそれでは実際にいくつかクリームオフのスペクタクルの舞台美術を紹介したいと思いますこれはガムテープとレコードと手袋を使ってゴッホの絵を再現した舞台美術です次にこのこれは木でピアノを作った 舞台美術ですそしてこれは床に木屑が大量に敷き詰められていますそして次にクリームフのスペクタクルはよく絵を描くように演劇を作っていると言われているんですがこれは実際に本当にペンキで床に絵を描いていますそれでは2つ目の演劇の言語について解説していきたいと思います彼は初めて演劇の言語を作った人物となんですが 彼はそのどのどような、まあ、言語と言われればその日本語ロシア語英語という、まあ、このような言語なんですが彼が一体どのような言語を作ったというと、まあ、彼は演劇でその冒頭でもお伝えしたようなローファイな言語演劇のローファイ的な言語を作,作った人物なんですが彼がどのようにそのローファイな言語を作ったかというと、まあ、今でも多くの演劇、まあ、演劇が好きな方は想像できる。 思思い浮かぶと思うんですが演劇といえばあのなんか独特の演劇的なセリフの抑揚がついた喋り方があると思うんですがなぜ多くの人たちが役者たちがあのような抑揚のついた演劇の喋り方をしているかというとまずこのように声伝える何かを伝える上ではまずその情報をはっきり対象観客に伝えるということが必要で 何か,い何か全然滑舌が悪かったり何言ってるかわからないようだったらまずは情報が伝わらないということでもう話にならないんですがまずはその情報を伝えるということで彼らはその抑揚をついた喋り方でそのようなセリフで観客に届けていますそしてそのような似たような喋り方をしている似たような喋り方で言えば例えばアナウンサーのような喋り方が一つ例を挙げるとしたらあります アナウンサーの喋り方も、例えば、ローファイかハイファイかで言ったら、このハイファイの方に入ってくると思います。彼らはとてもわかりやすい、綺麗な、そのハイファイな喋り方、言語でニュースを読んだり、彼らの目的はその情報一番は、情報を伝えるためなので、なのでそのようなハイファイな綺麗な喋り方をしています。まあ、そのようなハイファイとな喋り方、 綺麗な抑揚がついて分かりやすく情報を伝えるためのハイファイな喋り方が一つあるとすればクリームフが作った言語というのはその真逆のローファイな言語ですそのローファイな言語とは例えばさっきのアナウンサーとかきれいなハイファイな言語とは逆で例えばローファイな言語で言えば田舎とか田舎のおじいちゃんやおばあちゃんまたは子供などちょっとか説的 滑舌が悪かったりあとは子供が無邪気に話すような喋り方だったりそのただただ彼はその情報を伝える彼はただただ舞台で情報を伝えるためのセリフは意味がないと言っていますなので例えばアナウンサーニュースとかではそのような情報を伝えるためのハイファイな情報 伝えることがが最も優先的なんですが演劇にそれを置き換えた場合演劇では必ずしもその情報を伝えることが最優先重要って言われればそうではないとクリーモフは言っていてそれ以上にこの声の例えばそれ以上に声のこの質感であったり声のリズムであったりこの音の方が彼は重要だと言っています。それで彼が一体どのような 舞台でローファイな言語を作っているかというとう先ほどもちょっと紹介したように例えばそのハイファイなアナウンサーに比べるとその田舎のおじいちゃんやおばあちゃんまたは子供の無邪気な声などまたはその例えばまあ僕もあまりそのハイファイな喋り方じゃなくどちらかというと多分ローファイなちょっと言語的には情報的にはあまり聞き取りにくい喋り方だと思うんですが例えばその。 障害にも例えば「き音症」という障害があるんですがそれは例えば声がどもったりどもったりする喋り方なんですが彼の演劇では例えばその声がどもってなかなか出にくかったりまたは何か声のトーンがありえないぐらい高いハイトーンだったりそのように情報をただただ伝えるためではなく声の質としても声も声ですら芸術と捉えてただただ情報を伝えるための声じゃなくこのような声の質感やリズム それさえも彼は舞台で想像しているので彼はそのようなことからも演劇で初めてて言言語を作った人物と言われています。まあこのような演劇の言語の評価軸情報より声の質感の方が大事なぜ大事かという評価軸は例えば他のジャンルの例えばニルバーナのカート・コバーンも同じようなことを言っているんですが彼は歌詞音楽の歌詞よりも 音楽のメロディーであったりその質感の方が大事だと言っているんですがそれもクリーモフと共通している部分があるんですがその音楽のことを演劇に置き換えるとそのセリフの意味よりも声の質感や声のリズムの方が大事だというこのような一つの評価軸としても捉えることができると思います。そそれれれででは、は、つつ目の、のクリーモフの評価される部分についてなんですが、それは役者と、 舞台美術の関係性にありますそれがどういうことかというと今でも多くの演劇はどこか役者と舞台美術が孤立しているようなイメージが強いと思いますそれがどういうことかというと舞台美術のものは物役者は役者でこのお互いの関係性が貧しいように感じますそんな中でクリームフがどのような演劇を作っているかというとその役者人と舞台美術のものを そそこにに関係性性をを持っっててのの中中連続作いくような演劇が彼の中では見られます例えばそれは実際に舞台美術と役者をお互いにくっつけることによって役者は舞台美術ありきで演技するということでただ自分単体で演技するだけ表現するだけでなくその舞台美術があることでその表現がの幅がまず増えるということとお互いに孤立ものと人が孤立しているよりはその お互いに舞台美術と役者が調和しながら想像していく方が場面的にも演劇的にも面白いということでクリーモフはそのようにただただ今までどこか舞台美術と人がただただただお互いに孤立していたとこをくっつけて。 調和することによってクリームフはそれではまたクリームフのスペクタクルの舞台空間をいくつか紹介していきたいと思います。これはまず大きな人形があり人形が単体で孤立しているのではなく人形と役者が役者が人形を操っています。そしてこれは役者がピアノをぶつけ合っているシーンですね。これは先ほどのピアノ と、さらに関係を深めていく役者ですね。ピアノを登っています。そしてこれは積み木のようなものを役者,役者たちが積み上げています。これは役者たちが拡大鏡のようなものを持っています。これは絵と役者のコラボですね。絵と役者が調和しています。そしてこれは役者との関係だけではなく、観客との舞台美術の関係性を作っています。 そしてこれは先ほどと同様に大きな人形がいてそれを役者たちが操っていますこのようにクリーモフのスペクタクルは舞台美術と役者が孤立しておらずお互いが調和をし合いながら空間を作り合っていますはいそれでは今日の講義のまとめに入っていきたいと思いますなぜクリーモフが評価されているのかというと それはまず1つ目は今までになかったような視覚要素を演劇に持ち込んだ芸術性がある視覚要素を持ち込んだということと2つ目は初めて演劇で演劇の言語を作ったということと3つ目は役者と舞台美術に関係性を作った以上の3つのことからクリームフは多くの批評家などから21世紀で最も偉大な重要な人物だと言われています。 そしてクリーモフは冒頭でもお伝えしたようにただの演劇人だけではなくもともと芸術家なので多くの評価などから同じく21世紀で最も重要な人物だと評価されているのでクリーモフがなぜすごいのかというと今までの歴史上の人物でいなかったようなその芸術と演劇のこの2つのジャンルで最も重要視されている人物だから人物なので彼は。 評価されていいいるんではないかなかと思いますただ今。ただ今日本ではあまりクリーモフのことは知られていないのでこうやって私が彼のことを研究しながら今日本に伝えるような活動をしていますなのでもしクリーモフのことで何かわからないことや気になることや興味があることなどがあればぜひコメント欄に書いてみてくださいそれでは今日も皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうパカー。